けで今回はですね、あのディズニーランドに行ってきました。ただですね、普通のディズニーとは違うんです。なんと貸し切り、貸し切り、これがですね、あのキッコーマンさんが貸し切りですね。それでですね、あの豆乳を飲むと当たるっていうのに、あの親戚の子が当たりまして、それで僕行ってきたんですけども、こうやってね、あのパンフレットみたいなのがあるんですけど、ちゃんとこのキッコーマンって書いてあるでしょ。このスケジュールも載ってて、20時50分からね、エレクトルパレード楽しんできましたね。その模様どうぞ。ですけども楽しかったね。パイレーツカリビアンやってるのかな。超怖え。一人カリブの海賊。超怖えじゃん。誰もいない。誰もいないよ、ほら。
汚ねえ手を船から出すな。デメと海賊どもにぶっ倒す。というわけで、うわぁすごいね、貸し切りならではの一人がいるパイレーツオブカリビアン、めっちゃ怖いね。今も経験することのない、いやー素晴らしい。またちょっとこれ貸し切りディズニーちょっと応募しまくろっかな。キッコマンさんありがとうございますっていうことで、豆乳また飲みますね。いやこれ楽しい、みんな豆乳飲んで応募してるんだもんね、すごいね。いやーこれはなんか一つのチームみたいな、家族みたいな感じで貸し切りなんでね、いい日お待たせしてもらいました。ありがとうございました。キコマン。